その欠点、弱点ですよ。これを聞いた後このテンポできないっていう。でも分かる気がする。全然違うじゃないかっていう。ちょっと長いわけでした。二人でお見合いしてた。なんかここのタイミングね、体育座なんだけど、もっと早く。いつももうこのタイミングでやってるから、うん、あれだけど、それさんの、その動きを見ながら。あ、そうだ、これ見てたんだね。あはははは、なんかそこだと思う。それさん、なんか自由に弾いちゃっていいですよ。で、そこでチェロとなんかばらけちゃった。思いっきりばらけちゃったような気がした。もしかして9以降になる。あ、じゃあ42だよ。 42? 42の、ラ、ラレ、ラリエルランド。あラレ、ラレタンド。ラレ、ラレ100回はない100回はない。ドリームランドって言われてたけど、それ以外のところもばらけたりしたけども、それでもそのうち会っちゃうんだよ途中で。あ、違うなと気がついて合わせて。ここはちょっとやや確かに練習要するとも42ね、うん、同時にこのフルと入るタイミングを合わせながら、その盛り上がってちょっとリットかかるところだから、でその後でその43にアテンポに戻るのもちょっと練習、うん、だいぶ呼吸が分かんないとなかなか合わないとこ。そうそうそう、まあやりましょうよ、うん、また OK。 そうだね、同じ18もしかない。そうそうそう、18はあんまり待ちすぎない方がセカンド弾きやすいって言われてるんだよね。でね、っていうか伸ばしてるところに乗っかってファーストが入ってくれ、ただそこに合わせてる。あんまり逆に9番の前ちょっと一呼吸欲しいかなって。うん、一呼吸してような気もする、ね、頭がもうちょっとどうしても頭だけ入らなくなっちゃう。9番は、ここはだから1回で前奏から一呼吸置く感じですね、はい、幕が変わる、シーンが変わる感じ。見てみよう、1回もう何回やるんでしょう。まずは1回
でかいビオラ。その辺にいるんですかね。